皆さんこんにちは。2018年6月2日土曜日、どうやらそのようです。どうやらというのは、2年後になってこの動画を編集し始めたので、もう記憶が曖昧なのです。今回は南九州の旅、3日間で宮崎、鹿児島、熊本を回ってきました。さて、ここは鳥栖ジャンクション、大分自動車道へ進みます。阿蘇高千穂を抜けて、まずは宮崎へと向かいます。日田インターチェンジで高速道路を降ります。ここから小国方面へ、福岡から阿蘇方面へ向かう定番ルートですね。快適に進みます。非常に気持ちのいい道です。右に曲がりました。これがどこだか分かりませんが、まあ小国のあたりでしょう。よく分からんけど、今後も投稿者とは思えない適当な発言が相次ぎますが、時の流れに身を任せご容赦ください。見覚えのある道に出てきました。ここは小国から阿蘇の大観峰のあたりに向かう道ですね。正面に見えるのが阿蘇山です。実は阿蘇山という山はなく、火山群をまとめた名前が阿蘇山です。これは北海道編でご紹介した大雪山も同じでしたね。今は阿蘇山を北から望んでいますが、中核をなす阿蘇五岳をご紹介しておきましょう。左手から順番に、猫岳1433メートル、高岳1592メートル、中岳1506メートル、烏帽子岳1337メートル、岸間岳1326メートル、この5つをまとめて阿蘇五岳と言います。阿蘇山は巨大なカルデラです。カルデラの出来方をご説明しておきましょう。阿蘇山では過去4回にわたって大きな噴火がありました。特に9万年前、4回目の噴火は非常に大規模で、山口県まで火砕流が押し寄せ、北海道に10センチ以上の火山灰を降らせたそうです。想像を絶する規模ですね。この巨大噴火の時、マグマが地下に溜まっていた場所、これをマグマだまりと言います。噴火が収束すると、このマグマだまりに空洞ができ、火山帯の重さに耐えきれず、マグマだまりが潰れてしまいます。こうして陥没した鍋みたいな形の地形のことをカルデラと言います。語源はスペイン語で大鍋という意味です。そのまんまですね。こうして巨大なカルデラができた後に、カルデラの内部で小さな噴火が起こってできたのが、阿蘇五岳などの中央火山球群です。今走っているのはカルデラの外輪山にあたります。この雄大な草原は北海道にも負けない魅力がありますね。阿蘇は大好きなところですが、今回は残念ながら通過してしまいます。まあ阿蘇についてはこの秋にきちんと地形巡りの旅をする予定です。ここを右に曲がれば大観峰、阿蘇の定番スポットですが、今回は通過します。残念。ベタな観光地ですが、非常に景色がいいところですよ。さて、ここから外輪山を回る道に入り、東へと向かいます。カルデラの内部に入らず、外を回ってしまうというわけですね。高千穂方面へと向かいます。九州中央自動車道という高速道路が一部完成しており、そこを通っていきます。ここから東九州自動車道に入ります。結構大きな川を渡っていますね。ここは宮崎県延岡市、角川インターで高速道路を降り、海岸沿いをゆっくり走ります。日向市周辺です。日が暮れてきました。宮崎市内に到着した時にはもう暗くなってきました。街中の宿を取ったので、一方通行の罠にはまってしまい、ぐるぐるしています。土曜日の夜ということもあり、街は賑わっている様子。コロナウイルスが流行する前の街の様子ですが、皆さん楽しそうに夜の街を楽しんでいます。こうやって見ると、あの頃は本当に良かったなぁと思います。ホテルにバイクを止めて夜ご飯を食べに行きました。街中だと食事に困らなくていいですね。確かグリルランマンというお店でした。非常にレトロなお店で美味しかったというのは覚えています。そして日付は変わり、2018年6月3日日曜日。おはようございます。ここは宮崎市内。まず向かうのはチンタオではなく青島です。鬼の洗濯板で有名なあの不思議な地形の島です。中央分離帯にヤシの木が植えてありますよ。こりゃすごいな。で、そうこうしているうちに青島です。爽やかな海岸と島、すごくいいところですね。島へは橋が渡してあります。明らかに変な地形のこの島、まあ見た目の通り地形的には話すべきことが非常に多いので、
まあ順を追ってお話ししましょう。まずこの橋の下、潮が引いた時は砂浜になって島と地続きになります。この青島のように海岸近くに島があると、島に邪魔されて沿岸流はまっすぐ進むことができません。仕方なく沿岸流はこうやって蛇行しますが、重たい砂は曲がりきることができずにこの辺りに流れ着いて溜まっていきます。こうして陸東島が地続きになるのです。島とつながった砂浜を陸系砂州またはトンボロ、そしてつながった島を陸系島と言います。陸系島は函館山や江ノ島、鹿の島など全国各地に見られます。さてお次に、この明らかに変な、まさに洗濯板みたいな岩、どうしてこんな形になったのでしょうか。200万年前までに崩れやすい泥岩と比較的崩れにくい砂岩が交互に積み重なった地層が少し傾いて海面に露出しました。海面では波の力が強いので海面付近の岩が削られます。さて砂岩に比べると泥岩の方が脆いので波でどんどん削られていきます。このように地質的に弱い方が侵食され、強い方が侵食されずに残ることを砂別侵食と言います。砂別侵食によってこのギザギザの洗濯板のような形になってしまったというわけです。ちなみに打測ですが、地上でも同じことがあります。規模が随分大きくなりますが、パリ盆地やロンドン盆地はこの砂別侵食によってできたケスタという地形です。ケスタの語源はまたスペイン語、斜面という意味。これはちょっとさすがに大雑把な命名すぎやしないかなと思いますが、近寄ると硬い岩はこういう形をしています。一見ヌルヌルしていそうなビジュアルですが、当然硬い石です。亀の甲羅みたいな模様ができていますが、こういった規則的な岩の割れ目を節理と呼びます。マグマが一面から冷やされて固まるときや、大規模な地殻変動が起こったときなど、同じ方向から力が加わることで規則的な形ができるのです。島には青島神社という神社があります。鮮やかな朱色の塗りが印象的です。どこか沖縄っぽいというか、まあなんか南国の雰囲気を感じますね。そして生い茂る植物もすごい、どう見ても南国のジャングル。さてここから日本本土4島の最南端佐多岬を目指します。その前に道の駅フェニックスによって少し休憩。フェニックスという名前の通り南国の木々が生えており、トロピカルな雰囲気、面白いところです。左手に広がるのは太平洋、南国チックな木があちこちに自生しています。とても爽快な気分になります。ここにはヤシの木が植えてあります。爽快な気分でしたが雨が降ってきました。むむむ。おそらくうっすら見えるのは桜島。大隅半島を南に進みます。広々と田畑が広がり、ちょっと北海道みたいな感じです。ここは鹿児島県鹿屋市。お昼ご飯に鹿児島名物とんかつを食べました。笑福亭というお店だったと思います。庶民的でとても美味しかった。ここからはひたすら佐多岬を目指します。右手に鹿児島湾が見えてきました。開聞岳も見えますね。いよいよ佐多岬に近づいてきましたが、明らかに森に生えてる木が違いますよね。ヤシの木みたいなのがわんさか生えています。岬周辺では道路工事をしているようでしたが、ここで砂利道登場です。バイクで砂利道は本当に勘弁してほしい。しかもえらく長かったです。ひっくり返らないように気をつけて進みますが、まあ本当に怖かったですね。2年前ですけど、ここの記憶は鮮明にあります。さてここが佐多岬です。ここにも南国チックな木が生えています。本土最南端佐多岬、ここはちょうど北緯31度付近、インドのニューデリーやエジプトのカイロと同じ緯度と言われると、なんだかとんでもないところまでやってきた感じがしますが、まあ実際そうでもありませんよ。水平線が霞んでいるのが残念ですが、それでもいい景色です。平成30年つまり2018年6月3日、ちなみに僕は本土最東端のサップ岬は2017年、本土最北端宗谷岬は2020年、あとは残すのは最西端長崎県の神崎花のみです。さてここから薩摩半島へ船で渡っていきます。ねじめ港というところからフェリーが出ています。船を待っていたら向こうからやってきました。
あれが折り返して指宿市の山川港に向かう船になります。というわけで乗り込みます。前から詰めて乗せていく形なんですね。幅は車2台分ってところでしょうか。バイクは通路に飛べるように指示がありました。さて無事に出港しました。今回はここまで。後半は薩摩半島と熊本県人吉市。お楽しみに。